出演予定だったつむぎさんですが、うん、コロナワクチン接種のため大事を取って今日はお休みです。お休みです。ですが今なんとつむぎさんとお電話がつながっています。お電話？つむぎさん本当？ お電話ですか。今お電話が。ほんま？声が聞けますか？来ました。はい、もしもし。会いたいよ。みんなに会いたいよ。会いたいね。つむつむ。やだ。本当にとっても元気だが、しかし私の体ちょっとパッとって感じです。あれですか、今何を着ていますか。やばい、あの周波数が高くて届きません。今何を着ていらっしゃいますか。今長袖長ズボン履いてます。えらい。あったかくしています。あったかく、よく会えた。かわいい、声だけでも、うん、可愛らしい。まあ、すっごく心はすっごく元気ですので、あのまたぜひどこかでお会いしてください。ぜひぜひ。それはお断りします。誰今の声ちょっと誰。また4人でリベンジしよう。4人でね、ぜひ。すごく楽しみだったので悲しいです。私は今残念。またぜひお会いしてください。あ、ゆっくり休んでくださいね。ありがとうございます。お大事に。見守ってます。お家からおやすみなさい。はい、バイバーイ。え、つむつむと電話するとこんな感じなんやね。かわいい。なんか、あのもうラッパーなんだね。あ、そうなの。なんか私の心はバットみたいな体はバットみたいな。すごいね。もうすごい私生活から、うん、えらい。まあでも声聞けてよかった。よかった。本当に。まあでも明日になったら元気になるでしょう。ね、なってたらいいな、うん、はい、はい、というわけで次は私だったんだね。そうだよ。